こんにちは、さとみの味噌の新関さとみです。これから皆さんと一緒に楽しく美味しいお味噌を作りましょう。では最初の工程です。米麹の中に塩を入れます。こちらの袋の中に小さい方の塩を全量入れてください。今日のお米麹は山形県産のお米で作った麹になります。袋の上の方を持ってくるくるくるっとしながら、シャカシャカしながら麹と塩をよく混ぜていきましょう。この時麹の大きい塊や塩の塊があったら、袋の外側から手でほぐすようにして十分に混ぜていきましょう。塩が行き渡らないとお味噌が失敗してしまいますので、頑張って混ぜましょうね。大きい塊がありましたら手で潰しながら混ぜましょう。このように麹や塩の塊がなくなって全体に塩が行き渡ります。ここまで頑張りましょう。こちらが麹と塩を 2,3 分混ぜ合わせたものになります。大きな塊もなく均等に混ざっています。ぶつかってもこぼれないようにこのように口を軽く縛っておきます。それではお豆を潰していきましょう。お豆が熱いときは袋の入り口を持ってこのようにお船のように揺らしていきましょう。こうすると熱気が出て冷めていきます。冷めてる場合はこの工程はやらなくて大丈夫です。そうしましたら袋を座布団のように四角に広げていただいて、両足でお豆を踏んでいきます。ここで注意事項が3つあります。1つ目です。片足だけとかつま先だけではいつまでたっても潰れませんので、足全体を使って踏みましょう。そして2つ目です。こぼれるんではないかと思って袋の両端を持ってこのように踏む方がいらっしゃいますが、腰が痛くなりますので、袋は下に置いたまま上を向いて踏んだ方が楽です。そして3つ目です。袋が時々破ける方がいらっしゃいますが、これは内側から外側にするとこちらの端がピッと破ける場合がありますので、外側から内側、外側から内側というように角は優しく踏んでくださいね。破けてしまった方は大きいビニール袋を1枚差し上げてますので、こちらの袋の中にストンと入れていただいて、そして二重にして踏んでいただきます。破けてない方は一重のまま踏み続けてくださいね。子供の方だけではなかなか潰しきれません。ぜひ大人の方も手伝っていただいて、みんなで楽しく踏みましょう。この袋の中で最大4人が踏めますので、頑張って踏むと楽しいですよ。最初はこのお豆がつぶつぶがなくなるように踏むのがポイントです。5分ほど経って全体にお豆のつぶつぶがなくなってきて潰れてきたなと思いましたら、ここでトントンします。袋の入り口の両端を持ってトントンしながら、袋についてるお豆を振り落としましょう。そしてここで再び踏むと違う面が出て効率がいいですよ。踏めば踏むほど白っぽくなってきますので、どんどん白くなるのを確認しながら踏んで
でいくといいですね。先ほどのトントンから3分ほど経ちましたら、ほとんど潰れたなと思うところでもう1回トントン、2回目のトントンです。同じです。袋の入り口を持ってトントンしながら、この時袋を宙に上げて、そして袋をもみもみしてみましょう。そうするともう全体的に潰れて終わりかなと思っても、一粒ままのお豆がいっぱいしてあれっていうことになるかもしれません。ここでやめずに再度もう一回両足踏みをしましょう。トータルで10分ぐらい踏むのがポイントです。10分ほど踏んだものがこちらになります。全体的にお豆の粒々が見えなくて白っぽくなってるのがお分かりになりませんか？ここまで頑張って踏むのがポイントです。ここまで踏みましたら、また同じです。袋の両端の入り口を持ってトン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 しながら、振り落としていきます。そうしましたら、今度は右端を持ってトントン、左端を持ってトントンしながら、袋の中でお豆のボールを作っていきましょう。外側からこのように叩いたり、袋を揺らしながらして、まん丸のボールを作っていきます。それでは、まん丸のボールができましたら、大きい袋を差し上げていたと思いますので、こちらの袋の入り口を、くるくるくるっと巻きながら、このような輪っかを作りましょう。破けてしまった方は20目の袋を使いますよ。で、この輪っかの中に先ほど作ったお豆のボールを袋から出して、ポロンと入れます。で、このお豆のボールの上に先ほどの米麹を全部かけましょう。こぼさないように注意してくださいね。次にお水です。こちらの線の二重線の下ぐらいまで入れていただくと、だいたい 150ml になりますが、少々前後しても構いません。こちらのお水をお豆とお米に全部かけます。こぼれないように袋の入り口を持っていただいて、この中を混ぜていきたいのですが、お豆のボールをお米にこのようにスライドさせます。お豆をお米の方向にこのようにスライドさせていきます。よく上からこのように力をかける人がいますが、これでは全然混ざっていきません。お豆をお米の方向にスライドさせる、横に広げるです。時々袋の向きも変えながらこのようにずらしていきましょう。袋の中のお豆とお米が全体に行き渡っていくとのがポイントです。最初にお米に入れた小さい塩の分が全体に行き渡って
くれないと味噌が失敗してしまいます。この工程がお味噌作りでは実は一番大切な作業になります。最初はバサバサボソボソしていきます、が混ぜれば混ぜるほどしっとりしとしてきますので、しっとりするまで頑張ります。 5,6 分混ぜたものがこちらになります。お豆の粒々もなくなり、全体的にしっとりしてきて白っぽい味噌のようになっていますよね。ここまで頑張っていただきます。こうなりましたら、先ほどと同じです、座布団のように広げていただいて、もう一度踏み踏みしましょう。先ほどよりも量も増えてますし、ちょっと踏みづらいかもしれません。楽しく踏みましょうね。仕上げの踏み踏みが終わりましたら、先ほどと同じです、トン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 とします。右端を持ってトントン、左端を持ってトントンしながら、袋の中のお豆とお米の先ほどよりも二回りほど大きいボールを作りましょう。時々袋の外側からこのように叩くとまとめやすいですよ。このようにお豆とお米の大きいボールができたら、桶に入れていきましょう。汚れてる場合はキッチンタオルで中を拭いてくださいね。こちらの桶の中に袋から出してコロッと中にだけを入れていきます。ここで初めて利き手に手袋をしていただきます。そしてご自分の目と手でよく混ざってるかのを確認しながら5回ほどかき混ぜていきます。親子学習会の場合は子どもさんが5回、そして保護者の方が5回かき混ぜてくださいね。では次は手のひらをグーの手にしていただいて、お味噌をぎゅうぎゅう押していきますよ。ここで空気を抜いていくんですね。押せば押すほど引っ込んでくれます。これ以上押せないなと思いましたら、今度は手のひらをパーの手にしていただいて、お味噌を平らにしていきます。このようにデコボコがあったりとか、高い面と低い面があってはいけません。この場合は高い方を削り取るようにしていって、そして平らにしていきます。桶の縁側をこのように高くしがちなんですが、桶の縁側こそ低めにしてくださいね。はい、ではきれいに平らになりましたら、ここで手袋を外します。そしてキッチンタオルで桶の内部の汚れをきれいに拭きましょう。ここが汚れてますとカビやかぶれが出にくいの、出やすいので、ここを丁寧に拭いておくのがポイントです。拭きましたらポリシートが1枚あると思いますので、こちらでお味噌の表面をピタッと隠します。お味噌には実は重しが必ず必要になります。今日はこちらの大きい袋、塩の入った大きい袋を重しとしてご用意しました。これをこのまま桶の上に置いていただいて、結び目をほどいてから袋の外側から塩を伸ばすようにして、お味噌が見えなくなるようにしてください。この部分がこのように開いてましたりすると、ここの部分が空気に触れてカビやかぶれが出やすくなりますので、
必ず空気に触れないように見えなくなるようにしてくださいね。そうしましたら、こぼれると悪いのでこちらの封をきちんと結んでいただきます。そして最後に蓋をします。こちらで完成です。このまま日の当たらない常温に置いておくと夏の温度上昇ともともに発酵して秋になったら美味しいおむすびになりますよ。皆さん楽しめましたか？あなたの作るお味噌は本当に美味しくなること間違いなしです。今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。